はい、よろしくお願いします。それでは、第50回、全日本錦鯉振興会にて、見事、グランドチャンピオンを取られました、境養魚場酒井健太郎社長にインタビューさせてもらいたいと思います。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前々回の48回大会に続き、はい、今回50回大会に見事栄冠を勝ち取られたということで、はい、本当におめでとうございます。はい、ありがとうございます。2回続けて、2度目の、同じ声で2度目の優勝ということで、はいはい、今のご心境の方をお考えさせていただければ。なんとかこうグランドチャンピオンが取れて本当に嬉しく思います。昨年もエスレーンの夢展の方に展示させていただいて、非常に皆さんからいい評価をいただきまして、まあ、ただ去年もすごい綺麗だったんですけど、その状態をまた今大会まで維持して飼育するっていうのが非常に、しんどかったです。前々回大会はですね、サイズが97センチ、はい、今回100センチ、100センチを超えて101センチ、はい、ということですけど、はい、もう前々回からさらに大きく伸ばすということを念頭において刺激されてた、はい、そういうことですか。はい、そうです。はい、大体弊社はメインが練り餌で飼育しまして、料理人さんの方にいつもお願いして練り餌のベースを作っていただいて、はい、それをもう1日5回与えて、飼育してる。今餌の話が出ましたけども、はい、その飼育の中でその餌でどのように実際に給食をされてるかというのを少し教えていただければ。Sレジェンドもちょっと色が薄いかなというところも感じたんで、Sレジェンド、去年の9月ぐらいから2ヶ月スザクのみでこう飼育して、はい、色を上げてきました。やはり色の薄いような鯉は今弊社ではもうスザクオンリーで、飼育したりして、できるだけもうちょっと早く色を上げたいというような飼育をしてまして、やはりスザク 100% でやると色上がりも非常に早いです。色上げのポテンシャルが見えるということですね。はい、はい、なるほど、ありました。今後 S レジェンドにさらに期待することってございますか。今までこの全日本の実施品評会で同じ声が3回チャンピオンを取ったことがないんです、はい、それを目指してこう2027年にまた S レジェンドで3回目の全体総合優勝を獲得できるように飼育していきたいと思います。なるほど、わかりました。さあ本日はありがとうございます。本当におめでとうございます。はい、はい、どうもありがとうございます。